教育実習生は過去にいじめ自殺を引き起こしたサイコパス三越芝、江原は痴漢の皮をかぶった正義、いろいろありますな。これって結構騒ぎになってる？今まさに誰かがこの話題に火をつけようとしてるといったところでしょうか。その誰かってもしかして三越芝を殺したやつら？そう判断するのはまだ早いかもしれませんがね。そっか。ただ気になる書き込みもあります。江原が裁判中三越芝の死体発見を言い当てたと。その件はこれまでゴシップ誌ですら取り上げてなかったのに。そうだったんだ。マスコミもお茶の間も痴漢で捕まったハレンチ警官を叩けるだけ叩けた。それでもニュースとして旬が終わったんでしょう。後の裁判でどんなやり取りがあろうと気に留められません。だからそういう話に俺も混ぜてくれって。三越芝を殺したのは複数犯なのか、そんなヤバいのがこの町で野放しになってんのかよ。もう2ヶ月前の話だ。今この町にいるとは限らないし、今日も偉人町は平和だったろ。外からだ。ハンピン・リューマン、また白面だ。行くぞターボ。お先に。やるね。何度も逃がすか。待て。安心しな。命まで取れとは言われてねえ。じゃあなんで仮面取っちゃうんだよ。この先お前が偉人町に来ることは二度とないからだ。俺はテッソ、
ハンピン・リューマンじゃ幹部候補ってことになってる。この間はうちのもんが世話になったらしいな。俺を背中から不意打ちしてきたあいつらのこと。あん時下手に抵抗しなきゃちょっと痛い思いするだけで済んだのによ。あんたらへの依頼は誰からだ。組織の上が受けてきた仕事なんでね。俺らは雇い主が誰かなんざ聞きもしないし興味もねえ。ただ腕の立つ探偵を痛めつけるってのは楽しめそうだ。お前ら手を出すな。まずは噂通りか、俺が味見してやる。楽しもうぜ。やがれ。出さないんじゃなかった？遅かったんじゃないの、海藤さん。ああ、すまねえ。こいつら結構手ごわくてな。おい、いいから逃げるぞ。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。でもさ、つくもんとこの窓は誰に弁償させんだ？え？いや、分かった、俺が払うから早く逃げるぞ。なら OK。 これで道は開けたぞ。今行く。
もう帰っていいのかな。八神。ああ、名前なんだっけ。テッソ。噂以上じゃねえか。この人数相手に大したもんだ。褒めてやる。どうも。褒められついでにさ、あんたらの雇い主のこと教えてくんない？言ったろ、あいにくそんなもんには興味がない。じゃあせめて次また同じ依頼が来たら断ってくれよ。お前がこの町を出ていけば済むことだ。同じ依頼が来たらそん時は当然引き受ける。でも今日はもう行っていい。おい、うまいことやったな。あのテッソってのは若い連中に人望があるんだ。あんた、あいつに一目置かれたぞ。じゃあもう、ハンピン・ニューマンは安全。まあそうとは言い切れねえか。他にも若いリーダーはいるし。いや、でもいきなり背中から襲ってくるようなことはもうないんじゃねえか。それだけでもよしとしようや。おう、ほんの少しだろうが前には進んだ。つくもんとこに戻ろうか。あいつの事務所にはとんだとばっちりだったな。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。ですか。なんだ、何があった。気を失ってるぞこいつ。マスクの男たちが押し入ってきたんです。マスクの男たち、ハンピン・リューマンとは別のやつってことか。よく分かりませんでした。杉浦氏は何かバットのようなもので殴られて、僕は小指を折られた。おい大丈夫か。今救急車を呼ぶ。奴らから矢上氏に渡すように言われました。最後の警告だ、もう嗅ぎ回るなと。ずっと見られてたのか。くそ、狙うなら俺を狙えよ。多分さっきのハンピン・リューマンたちはおとりだ。俺らをこの事務所から引き離すためのな。まんまと引っかかっちまって。このビルの出入りをチェックしてる防犯カメラだ。見てみな、俺とカイドウが映る。さっきハンピン・リューマンを追いかけてく時だ。問題はその後。七人いる。白面の仮面とは違うな。ハンピン・リューマンじゃない。ああ、こいつらは白面をおとりにして俺らをおびき出した。ってことはこれがハンピン・リューマンの匿名の雇い主だよ。三越場博を殺したのもこいつらのはずだ。そして江原の一味。マジか。ただこんなにたくさんの人間が殺しに関われるもんか。ん？どういう意味だ。仲間が多ければその分秘密も漏れやすくなる。一人裏切れば芋づる式で警察に捕まんだ。よほど信頼関係がなきゃみんなで人殺しなんてできないよ。こいつらはどういうつながりを持ってんだ。江原の同僚警官ってことは、息子を亡くした江原に同情して手を貸してるとか。俺ならやらないね。同情は済んだろうが、自分の人生棒に振ってまで殺しの共犯者にはなれねえよ。まあそっか、だったら食わなよ。偉人町にこういう組織の心当たりは。うん、そんなにうまいのその電子タバコ。危険な奴らってことでまず思い浮かぶのはハンピン・リューマンだ。だがそれと別口となるとな。この辺には清流会ってヤクザもいるが、連中はもっと理性的だしよ。もう一つ、コミジュルって韓国系の組織ならこんな映像残しはしない。奴らは異様にシャイだからな。パッとしねえな。便利屋が肝心な時にどうした。じゃあお前、カムロ町で事件起きたら全部一目で犯人わかんのかよ。この映像が
やっとつかめた連中の尻尾だ。つくもと杉浦の借りも返さねえと、絶対に見つけ出してやる。こいつらを見つけ出す？おい、何言ってんだ。ん？いいか、やつらお前さんたちも潰す気だったんだ。さっきハンピン・リューマンから脱出できたのは奇跡みてえなもんだぞ。これ以上首突っ込んだら怪我じゃ済まねえ。カモロ町で事件の時は大体そうだ。偉人町ってのはそんなに治安がいいのかよ。じゃあ別の言い方にする。この町じゃ命張れるほど便利屋の相場は高くない。もともとあんたに仕事頼んだ覚えはないよ。ああ、少なくとも今は頼まれてもごめんだ。状況が見えなさすぎる。お前らもマジでやめとけ。しばらく酒の誘いも結構だ、カイト。邪魔したな。つくも君と杉浦君にはお見舞い申し上げといてくれ。猿者のおわずだ。痛いのです。昨日はあまりの痛さに冷や汗が止まりませんでした。しばらくキーボードを叩くのにも支障があります。僕にとっての小指は波の人よりずっと価値が高いというのに、稼働率は 30% 低下ですよ。ああ、久々に痛い思いした。まだ吐きそう。カムロ町離れてなまっちまったんじゃねえか。そういうこと言う？この気分、変われるもんなら変わってあげたいよ。思ったよりは二人とも元気そうだ。この埋め合わせは必ずするよ。ええ、そのためにも奴らの正体を突き止めなくてはなりませんね。このグループが三越場殺害の実行犯である可能性は高いと思います。もちろん江原と関係している可能性も。神奈川県警にも情報を共有すべきでしょうか。いや、向こうから何か情報を引き出す時のために取っとこう。こっちは一介の探偵だ。警察にない手札は大事に使わなきゃ。なるほど、そういうものですか。沙織さんが江原と接見する段取りつけてくれてんだろ。とりあえずお前も支度があんだろうし。何、カイトさん、どうかした？なんかさっきからいつもより街がざわついてる気がすんだよ。何それ、野生の勘ってやつ？そうかもな。まあいいや、よくわかんねえことをうだうだ言ってもしょうがねえ。じゃあとりあえず沙織さんとこに、江原と接見する前に軽く打ち合わせないと。ちょっと待てたわ。ん？いつになくチンピラがちょこまか動いてるな。やっぱりなんかざわついてやがる。ざわついてる？そうかね。おお、お前ら見た顔だ。確かここらの探偵だよな。だったら？この男知らねえか。何年か前この辺のガールズバーで雇われのマネージャーやってたやつだ。
みんなしてその男を探してんのか。ずいぶん人借り出してるみてえじゃねえか。そうだよ。で、こいつを知ってんのか。ああ、待て待て。今思い出そうとしてるとこだ。ところで、そもそもガールズバーってのは店のもんがみんな女の子なんじゃなかったか。こいつは裏方のマネージャーだったんだと。姿消した日も普通に店で働いてたのに、それがふっと消えちまった。失踪したってこと？いつ？5年前。神室町で人が消えるって、まあ割と聞く話だけどさ、5年も経ってそれ探すっていうとなかなかないよね。そいつの名前は？だいたい誰が探せって号令かけてんだ。なんだてめえら、先に聞いてんのはこっちだろうが。舐めてんのかこら。舐めてんのはどっちだ。人に物聞くならそれなりの態度があるんだろう。そもそも探偵からタダで情報をもらおうなんてな、こっちはそれが飯の種なんだから。すかしてんじゃねえぞ。おい、こんなすぐ手出しちゃって。ヤクザの方がまだ肩着に気使ってたもんだよ。ざけんな。どっからでも気に。のチンピラも質が落ちたな。カイトさん。阿久津か。阿久津ダイム。知り合い？元登場会の極道だ。元極道ってのもいろいろだね。八神探偵事務所、いっさあんたらにも仕事くれてやるかな。依頼内容はもう聞いたろ。人を探してる。探してんのはガールズバーのマネージャーってんだろ。お前が温度取ってたわけか。いや、この件仕切ってんのは相馬だ。あいつが取ってきた仕事でな、最初に見つけたやつにはたっぷり金が出る。今神室町中でレースになってんだよ。相馬って？ RK って半グレのリーダーだ。そいつも元登場会で、相馬和樹。登場会みんな半グレになっちゃってんのかよ。極道は縛りばっかきつくて上の席に飽きが出ねえ。そのくせ上がりをよこせだ、大門のメンツだ、うるせえことばっかだなあ。カイト、なんだったらお前も一緒にこっち来るか。三下が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえ。あとあれだ、組織の仲間をやられりゃ返しをしなきゃならねえとか。本当はそんなもんどうでもいいんだ。その代わり、
気に入らねえやつがいりゃ、ただ後ろからこっそり刺しゃいい。音も立てずにぶっすりと行く。背中には気をつけんだぞ、探偵。それが嫌なら俺らに気に入られるようにしな。次は警告なしだ。彼、阿久津だっけ？登場会では報われてなかったのかな。ああ、腕っぷしと度胸だけいいように使われた挙句、何もいい思いする前に組がなくなっちまった。相馬ってのも同じ。極道でなんとかのし上がろうと歯食いしばってたのが、結局組の解散で全部パーになったわけだ。ふーん。で、その手の元ヤクザたちが半グレのうぞうむぞうを束ねようとしてるらしい。裏社会に RK ってネットワークを作ってる。 RK？ なんかの頭文字？知らねえよ。ヤクザやめていきなり横文字になっちまった。登場会にとって変わるってほどじゃなさそうだけど。ああ、だがその分敷居が低くて手っ取り早く金が欲しかっただけの仇が RK に近づくとコロッと半グレに転んじまう。なるほどね。登場会といや、最近東と会ってる？ああ、あいつは元登場会の中じゃ救いのある方だ。組からゲーセン託されてそのオーナーに収まったからな。組にいた若いもんも働かせてやってる。お前もたまには顔見せてやれよ。いや、あいつ俺が慣れ慣れしくすると嫌がるもんでさ。どけって出発するか。待ってくれ。まだ時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。沙織さん、八神さんたちがいらっしゃいました。お待たせ。こっちの準備は整ったよ。そっちはどう、沙織さん。ええ、お待ちしてました。江原との接見に向かいます。まずはとにかく彼がどこまで三越場殺害に関係しているか、それを探る必要があります。でもよ、今までの状況からすると江原が協力的に話すとは思えんな。ねえ、ですから今日こちらから八神さんたちが出向くことは江原に知らせてません。不意をついた方がいいと思って。わかった、それでいいよ。では八神さん、行きましょう。俺は一旦事務所に戻るぜ。江原と接見したらお前も帰って、年末くらいうちの事務所も片付けねえとな。まずは飲みかけのボトルを開けるとこからだ。出発しますか。判決は出たんだ。弁護士さんのお仕事は終わったんでしょうね。私もそう思っていました。でも偉人町で見つかった死体が江原さんの予言通りだったものですから。予言なんて大げさな。星野先生はクビンでもされましたか。八神と言います。以前は源田法律事務所にいました。今は清涼高校でミス研の外部指導員っていうのをやってます。清涼高校？4年前に敏郎くんが通ってたあの学校です、横浜の。たまたま別件で向こうにいたんですが、急遽こちらの白崎先生から応援を頼まれました。なるほど。それで今日いらしたご用は？おとぼけはなしでお願いします。先日三越場ヒロの遺体が偉人町で見つかりました。問題はどうしてあなたがそれをご存知だったのか。さあ、夢に見たんですよ。そうであったらいいなと思ったことを口にしただけです。どうしてそういう夢を見たんでしょうね。説明する必要がありますか。三越場が敏郎君の仇だからですか。そうだよ。第三者委員会の調査でもその後の裁判でもいじめの事実は確認されなかったですよね。息子は三越場に金をせびられ、それを拒むと陰湿な嫌がらせを受けていた。成績優秀な三越場の先導でクラスの誰も手を差し伸べず、敏郎は暴力や屈辱を免れるために家の金を持ち出していた。江原さんがそう確信しているのはなぜですか。その根拠は。そんなものがあれば学校との裁判に負けちゃいない。ところで私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。
満員電車で魔が差して OL の尻を触った。控訴してあがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん、待ってください。そんな義理はないな。矢上さん、巫女柴弘の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。これ見てもらえます？巫女柴だな。いい表情してる。しかしあんたはどこからこんな写真を？清涼高校の沢先生にもらったんです。正確に言うと沢先生が不審な女に手渡されたものでした。その女は巫女柴の件に関わるなと言ってきたそうです。沢先生のことはご存知ですか？彼女は4年前、敏郎君が亡くなった時にも清涼高校で教えてたんです。ああ、裁判で証言しているのを見たよ。敏郎へのいじめはなかったと。確かにそう言ってました。いじめを隠蔽した教師たち、学校、弁護士、彼らのことも殺してやりたいほど憎いと思った。でもやはり一番悪いな巫女柴だ。制裁を加えられるべき筆頭だ。そんな人間がのうのうと教育実習など受けていられるんだから、つくづく間が抜けている。結局法なんてものは機能していない。そんなもんに人を裁く資格もない。やっぱりあなたが巫女柴殺しを主導したんですね。実行犯は複数人だった。巫女柴を殺したあいつらは誰なんです？あんたはどうやって連中を動かした？違う全然違うよ。石鹸の印象として江原はやはり黒ですね。ただ巫女柴殺害の実行犯たちとどうつながっているかがつかめないと何も追及できません。ああ、何を聞かれても余裕って感じだったな。江原とこの連中がどうつながっているのか。くそ、こいつらが偉人町にいたのは間違いないんだ。俺のすぐそばにいた。なんとかうまく連中を見つけられるやな。ではまた偉人町に戻るんですか？いや、とりあえず今夜は神室町の事務所に戻るよ。海藤さんもいるし。わかりました。また何かあったら連絡します。しばらく寝とけっての。よっ、
海藤さん、戻ったよ。海藤さん、お前、スクモからのメール見たか。え、いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと。殺人動画だ。巫女島が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。お願いします。もう許してください。これ以上はもう敏郎君のことはこの先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。おい、マジかよ。アリバイがあったんだよな。だから自分の手で巫女島を殺すことはできないはずだった。だとするとこれは何だ。理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃ、まずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。一体何をやったんだあいつは。